金属および半導体、絶縁体のバンド構造の簡単な模式図化電子体とは、絶縁体や半導体において値電子によって満たされたエネルギーバンドのことである。絶対零度において電子を含む一番エネルギーの高いバンドが完全に電子で満たされている場合、これを競技の10万体と呼ぶ。これは絶縁体や半導体にのみ存在する。 特に共有結合型結晶の10万体を値電子体と呼ぶ。値電子体の頂上から電動体の底までのギャップがバンドギャップである。半導体や絶縁体においてはバンドギャップ中にフェルミ順位が存在する。金属では値電子を含むバンドに空き順位があるため、値電子がそのまま電動電子となる。これに対し半導体や絶縁体においては通常、 値電子にバンドギャップを超えるエネルギーを与えて、値電子体から電動体へ冷気することで、初めて電動電子を得られる。完全に電子で占有された値電子体では、電流は流れない。なお講義には、電子で満たされたすべてのエネルギーバンドを10万体と呼ぶ。ダイヤモンド型構造あるいは線が円型構造を取る、半導体は、四面体方向に手が伸びている SP。 三根性軌道によって元素同士が結合しており、その結合性軌道によって値電子体は構成されている。一方、電動体は半結合性軌道によって構成されている。S 軌道と P 軌道のエネルギー差が大きく、ガンマ点では軌道の根性がないため値電子体上端付近はほぼ P 軌道の成分からなり、バンド図上では上に突なエネルギー分散関係になる。 スピン軌道相互作用や KP 接動を取り入れることでバンドの縮体が溶け、重い成功バンド、軽い成功バンド、スプリットオフバンドに分かれる。これは3つの P 軌道、つまり PX、PY、PZ 軌道の軌道角運動量成分がそれぞれ異なることとスピン角運動量を含めた全角運動量の違いに由来する。シリコンやゲルマニウムのような単一元素からなる。 宝続半導体とヒカガリウムやヒカインジウムのような複数の元素からなる化合物半導体では値電子体を構成している軌道の成分に違いがある。基本的には値電子体は電気陰性度の大きい元素由来の sp3 混成軌道によって構成されている。例えばギャスにおいてはが問わずは共有結合で結合しているものの同時にイオン性の結合も有している。 電気陰性度の違いによりが、原子とアズ原子に、電化の偏りが生じて電子は、アズ原子側に長い間滞在し、値電子が、アズ原子の軌道を占有する。すると、マーデルングポテンシャルによって、アズ由来の SP3 混成軌道と、ガ由来の SP3 混成軌道に、エネルギー差が生じ、値電子体は、エネルギーの低いアズ由来の SP3 混成軌道から、構成されることになる。 ありがとうございます。